アドデック9の人体実験、その裏で暗躍するモグラ、真相へ近づいていく矢神に仕掛けられた罠は、怪盗の流し立ちと引き換えに大きな収穫をもたらした。今松金組若頭羽村の口から語られる一言一言が事件のベールを剥がしていく。触んじゃねえ。尋問はここでやれや。なんやったら拷問道具も持ってこさせるで。必要になったら言うよ。あんたの知ってることは全部吐き出してもらう。協力してくれるよな。はじめから行こうか。まずあんたらを動かしてたのはアドデック9の正野だ。いつからだった？あんたらが奴の駒になったのは。言っとくけど俺ももう大体の察しはついてんだよ。なんなら当ててみよっか。くっ、あんたがモグラを使った最初の殺しはズバリ創薬センター副所長殺害事件。今から半年前、橋木が殴り殺された事件だ。橋木は梶平会長の手先で、創薬センターを潰すためにアドデック9のアラを嗅ぎ回ってた。そしてアドデック9の開発者である正野には絶対に知られたくない秘密があった。だから正野は橋木を野放しにはできなかった。あの事件は当時カムロ町じゃよくある喧嘩として処理された。モグラは橋木にとどめを刺さず、でもその時点でしっかり致命傷を与えてた。だから大して騒がれもせず、ろくな証拠も残してない。全部計算の上なら相当手際がいい。それが正野に依頼されたモグラの最初の殺しだ。当たりのようやな。八神、なかなかええ仕事しとるやないか。あいつは俺の金で勉強させてやったんだ。司法試験もそれで。おお、そうなんか。そらええ投資しましたな。ちょっとそこやりづらいんだけど。おう。
モグラは今どこにいる？さあな。だが今頃俺を探してるはずだ。皆殺しにされるぞ、お前ら。モグラもここに来るってさ。上等やないか。なぶり殺しにしたるで。笑わせんな。田舎ヤクザの手に負える相手じゃねえ。モグラは何者なんだ？ただの殺し屋？そもそもあんたはどこで奴を見つけた？拷問道具は？あいよ。待て、わかった。ちょっと待て。遠慮すんなや。もっとええのはあるで。モグラは何者なんだ？モグラは、あいつも初めはカムの蝶を食い物にする情報屋でしかなかった。情報屋？ああ、俺はもともと奴の師匠をよく使ってたんだ。だがそいつは札にパクられて、その後釜に収まったのがモグラだった。正直言って師匠より断然仕事ができてな。流してくる情報は確かだし、茶化だの偽造書類だの、他のどんなやべえもんも大抵は調達してくる。それで俺らはお互いに利用し合ってこの町でのし上がってきた。付き合いはもう20年近くになる。ん？話続けないと。俺が松金組の若頭になると、モグラに回す仕事も増えてった。あいつは死体の後始末なんて仕事も危なげなくやってのけてた。筋もんでもねえのに度胸も根性も座ってる。そのうち奴は仕事があるなら殺しも受けると言い出した。そん時はついに来たと思ったよ。殺しについちゃさすがに俺もためらったな。だがヤバい仕事ほど稼げるもんだ。俺は奴の窓口になって闇ルートに宣伝を打ってやった。冷やし中華始めましたって感じだな。何が冷やし中華だ、バカ野郎が。俺のやり方が気に入らねえですが、小さいしのぎで生き残れるほどカムロ町は甘え町じゃねえ。組の看板守るには金がいるんです。カイトみたいにカッコつけてるだけじゃ今頃組は潰れてた。それにもし上がりがでかくなりゃ登場会で直系昇格も夢じゃねえ。親父もずっとそいつを望んでたでしょうが。そいつはもう昔の話だ。へえ、そうですかい。でも俺はずっとそのために体張って生きてきたんですよ。あんたにそう叩き込まれてきたんでしょうが。話が脱線してきたな。もう一度、あんたがモグラの窓口になったとこからだ。その後は何があった？すぐに最初の仕事が入ってきた。創薬センターの副所長を消してほしいってよ。その依頼は正野から？まあな。ただし直接接触してきたのは正野とは別の仲介人だった。そいつは石松って名乗ってた。愛想笑いがずっと顔に張り付いてるような小男でな。その時はお互い一度きりの仕事だと深くは立ち入らなかった。俺らはなぜ殺すのかの理由も知らされず、ただ1000万で橋木の殺しを受けた。
なるべく世間の目を引かないように殺せと。まあな、その仕事で石松は俺らを気に入ったらしい。何ヶ月かして奴はまた次の仕事を持ってきた。次の仕事？ああ、アドデック内の実験台にする人間の調達とその始末だ。教令会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ？それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのかまだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人？つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。教令会をさらってそいつらをどうする気だ？彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか？それとも別料金に？もったいぶった言い方してんじゃねえぞ！何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと？あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間にすぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと？そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう？少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか？お前らは一体？我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは？石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのはあなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は庄野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。
一ノ瀬、厚生労働省の事務次官か。あいつも絡んでた。まあな、医療システム産業開発機構ってわかるか。創薬センターもその一部だが、厚労省の役人たちにとって欠かせない天下り先になってる。で、そいつを20年くらい前に立ち上げた影の立役者が若き日の一ノ瀬だ。一ノ瀬はその手柄で事務次官にのし上がったんだ。つまり創薬センターは一ノ瀬の権力の源だ。それを守るためにもハドデック9を完成させる必要がある。その陰で何人人を死なせてでもか。はあ、ハドデック9の莫大な利権はな、一ノ瀬たちだけじゃねえ。もう多くの人間に配分まできっちり決まってんだ。今さら陰で何人死のうが止められるもんじゃねえ。人体実験に凶霊界のヤクザを使ったのは何でだ。小野にそう指定されたからだ。小野からの指定。ああ、ハドデック9は実験するたびに死人が出る可能性があった。それで何人も行方不明にしてたらどう隠したって騒ぎになる。だがヤクザ同士の抗争なら何人死んでもおかしかねえ。みんなそういうもんだって思うだけだ。かもな。それともう一つ、ショーノは罪のない人間に危険な実験はできないってよ。ヤクザなら殺したって構わないって。そもそも創薬センターを潰そうと動いていたのがゼネコンの梶平だ。で、その手先になってる兵隊が凶霊界。そいつら死なせたとこで胸は痛まねえとさ。俺がそう言ったわけじゃねえよ、ショーノが言ってたんだぜ。ええから頑張って喋れや。ネタなくなったら速攻お仕置きタイムやからな。チッ、これ以上何を喋れってんだ。いや、まだ聞きたいことある。なんだと。あんたはさっきモグラの窓口しかやってないような口ぶりだったけど、実際はそうでもないよな。あんたも凶霊界への襲撃に積極的だったって証拠がある。それは